あんな場所で撃ってくるなんて。新山幽谷は想定済み。むしろそうした地での役目の多い代々の伝承者が編み上げ、磨き、伝えてきた技だ。私とて本家の血だけで役目に就いたのではない！さすがアキラさんの妹だね。その口でその名を呼ぶな。
体術も少しは通じるかと思ったんだが、考えが甘かったようだ。そうだね。それほど体に恵まれていないんだから、太刀を使える時に威力のない足を使うなんて相手を舐めすぎだよ。だから隙ができる。もっとも僕を切るつもりがなくなったのならありがたいんだけど。そのようなことは断じてない。だろうね。君は僕を許さないだろう。僕が僕を許せないように。私の個人的な感情はどうでもいい。私がお前を切るのは与えられた役目ゆえのこと。分かったよ。それならせめて明日の夜、いや明後日の朝まで待ってくれないか。その時にまだ生きていたならおとなしくこの首を差し出すよ。その糸の太刀で跳ねればいい。何を企んでいる？何も。ただ僕は目的を果たすまでは死ねない。だから今はまだおとなしく切られもしない。お前の目的とは何だ？大切な人を解き放つこと。ただそのためだけにアキラさんを僕の運命に巻き込み、鬼に疲れたどしがたい命をつなぎ止めてきたんだ。姉さん、え？隠れないと。逃げないと。鬼に捕まったら食べられてしまうのよ。くそ、なんだってこんなところにケイが。危ないのはどっちだ？